よーこちら、こちらは大ポンです。皆さん大事件が起きちゃいました。これは本当にサガゲー界に大激震が、日本のサガゲー界に大激震が起こってるんじゃないかと俺は思ってるんじゃないかと思ってるんですけど、それは何かと言いますと、今このアルティメットチームは今サマーヒートというイベントを絶賛開催中なんですけども、この画面にね映ってなんか舌出してこっちのこと見てるんですけど、歴代最強の日本人の能力として久保建英が今サマーヒートイベント期間中に目標で獲得できる選手として登場しました。総合値は94、もうえぐいです。相当強いです。謎のね EA の日本人推しが半端なくて、今作本当に日本人の特殊カード多く出てるんで、まあ言うて竹下もねフューチャースターズで80、総合値88でめちゃくちゃ強くなって登場したんですけど、この時期になってねまた化け物能力で登場したと。しかもね、なんといってもだよ、なんといってもこの久保竹下めちゃくちゃね獲得するのが簡単なんですよ。まあちょっと後で獲得方法はお見せしますけど、本当にね UT をもう今始めるっていう人でも時間で言うと数時間で獲得できるんじゃないかなっていうレベルです。なので超簡単なんで、本当に獲得しといた方がいいこれ。で今回ね選手レビューっていうのを俺今までやったことなくて、もうね選手レビュー動画ねやるならもうこの選手でしょって、別にね久保建英でしょって決めてたわけじゃないけど、たまたまねこのタイミングでめちゃくちゃ強い建英が来たから、まあちょうどいいってことで初めての選手レビュー動画をねやっていこうかなと思います。もうすでにねこの建英を10試合使用して、まあそこのねプレイ集みたいのはもう作りましたので、それはねちょっとねこの後流すんですけど、まずはねサマーヒート久保建英の能力を見ていきましょうか。一応ねちょっとどんな結果を残したかっていうのはネタバレになっちゃうので、この試合数ゴールアシストのところはモザイクかけておいております。そしたらねざっくり能力見ていきましょう。まずは役割意識、ワークレートってやつですね。これ攻撃意識が高いで、守備意識が普通となっております。このね役割意識っていうのは、まあ、自分が操作してない時の、まあ、攻撃への関わり方だったりとか守備への関わり方っていうのをこう表しているところで、まあ前線の選手だったら攻撃意識はもちろん高い方が良くて、で守備意識はまあ普通以下、普通か低いだとすげえいいって感じで、まあ普通なんでめちゃくちゃいいですね。これはもう前線の選手としては最高の役割意識だと思います。そしてスキルムーブ4、逆足4、この2つに関しては4以上絶対欲しいので、特に前線の選手だったらまあその条件はクリアしてますので、まあ不満なとこはないっていう感じですね。それでは、ね、次は細かい能力をババッと見ていきましょう。まずはペース、まあ足の速さですね。加速が99、ダッシュ速度92ということで、これは文句ないです。もう足めちゃくちゃ速い。そしてシュート93で、攻撃ポジション96、決定力99、シュート力94、ログシュート80、ボレー88、PK94という感じになってます。決定力が99だからね、相当決定力あるよこれ。そして次はパスで94ありまして、細かい方が視野90、クロス83、フリーキック精度99、ショートパス99、ロングパス81、カーブ99ということなんで、まあショートパス99とか、まあそれはねそれはねって感じですけど、でフリーキック精度もね99あります。カーブも99あるんで、フリーキック蹴らしたらもう右に出るもんいねえぞみたいな、まあそれぐらいの能力になってます。そして次ドリブル98あります。敏捷性99、バランス99、この2つね、アジバラでもめちゃくちゃ大切で、もみんなすごい気にしてると思うんですけど、ここがもう両方99でカンストしてるんで最強です。でリアクション76、コントロール98、ドリブル99、冷静さ80という感じになってて、コントロールドリブルももうカンストですね。これは相当ドリブルしやすいよこの能力で。守備は51で、まあここはねそれは高くなくて当たり前でしょって感じで、そして最後がフィジカル81、ジャンプ84、スタミナ99、フィジカル70、積極性66という感じになってて、スタミナは99ありますので90分もちろんいけるし、むしろ延長戦行っても全然スタミナ持ってるって感じですかね。はい、細かい能力こんな感じになっています。なんかもうザゲームで使いやすいっていう感じの能力。足が速くてドリブル上手くて、まあ、シュートも上手くてパスも上手くてフリーキックも蹴れて、とかもう何でもできるよね正直。前線の方だったらケミストリースタイルはホークっていうのをつけております。これをつけることによってペースシュート、そしてフィジカルがちょっとだけブーストされるということで、まずねペースのダッシュ速度92ってところはプラス5されてるので、これは97になってます。でシュートの値もちょっと上がってまして、攻撃ポジションが99、これもカンストで、シュート力も99カンストで、ボレーは98で、 PK99 でカンストで、もほぼほぼ全部カンストにできると。ロングシュートはね上がらないんですけど、で最後にフィジカル、ジャンプが元が80なんですけどプラス10されて94で、フィジカルが75になって積極性が76になるという感じで、まあこのケミストリースタイルに関してはちょっといろいろ迷ったんだけどね、ホークつけるかデッドアイつけるかフィニッシャーつけるとかまあいろいろ考えたんですけど、まあホークが一番いいかなと思って
てフォークをつけさせていただきました。で最後特性ですね。特性はテクニカルドリブル、これは多分全部の種類の竹さんのカードについてるんじゃないかなと思います。どうですか皆さん、やばいでしょ。これがね無料で手に入るんで、このぐらいの能力の選手が。じゃあちょっとプレイ集見ていただく前に、この竹下の獲得方法を、まあ、軽くね解説していきたいと思います。まずは目標のところに来ていただいて、まあ、ここにバトルパスとかありますけども、このシーズン目標のちょっと俺も達成してるんで下の方にあるんだけど、サマーヒートファンフェイバレットってやつですね。これなんかファンにすごいなんか人気っていう意味なのかな、わかんないけど、まあ、それに選ばれたみたいなんですけど、こちらですね、この4つの目標をクリアすると久保竹下ゲットできるんですけど、これがねマジでめちゃくちゃ簡単で、これスカットバトルっていうコンピューターとの戦いのみで獲得できるんですよね。難易度がプロ以上、これ全部プロ以上なんで、プロでやればいいんで、プロってめちゃくちゃ弱いんで、しかも相手のスカットがね全部ブロンズとかだともう全然余裕で勝てるんで超楽勝です。本当にまずねこのキークロスター、難易度プロ以上のスカットバトルで逆足4以上の選手のクロスでアシストを決めた試合を2回行う。そして次はスキルムーブ4以上の選手でゴールを決めた試合を3回行う。そして次はラリガの選手で15アシストを決める。で最後がラリガのミッドフィルダーでゴールを決めて処理した試合を9回行うということなんで、最短9試合で獲得することができます。これも9試合で獲得したかな。だいたいね9試合やり終えるのにかかる時間が2時間とちょっとなんで、今日 UT を始めたとしても、まあ、最4時間か5時間あれば獲得はできますね。そんな必要ないかもな。マジで簡単だからこれ。これもうマストでやった方がいいです。で、このね、目標をクリアするのにちょっとしたコツがあって、このスカタバトルでこの4つのチームを選べるんですけど、この下の2つっていうのはね、結構この強いんですよね、スカットが。まあ、見ていただいた通り、バックラインはね、その強くないけど、上の方はすごい強いでしょ。この人のスカットとかもさ、なんか結構ちょっとがっつりちゃんと特殊カードとか入ってんじゃん。強いんですよ。でもね、この上の2つとか見ていただくと、見てこのブロンズ選手。センターバックが ST にいたりとか、センターバックが RM いたりとか、もうめちゃくちゃね、もう弱くて、もうケミストリーも30だし、レートも62だし、相当雑魚ですよ。これのプロって本当に弱くて、これぐらいのチームで9試合やるともう速攻超簡単に獲得できるんで、このチーム表示でねチーム確認して、ああもうこれは余裕だなっていうのを見て試合を行うとめちゃめちゃ効率よく獲得できます。でこの上の弱いチーム戦い終わったら対戦相手更新すればまた新しくパッて出ますんで、それで行えばめちゃくちゃ簡単に超楽に敵もね弱くできるんで、ぜひねこちらの攻略方法を使って、久保竹下獲得してみてください。はい、それでは早速ディビジョンライバルズで、これオンラインの対人戦なんですけど、そちらで10試合サマーヒートの久保竹下使用しましたので、どれぐらい活躍したのかぜひご覧ください。どうぞ。はい、音声後付けでやっていきます。まずこれ相手のミスから1点しっかり押し込んでいくと、でフリーキックこうちょっと距離遠かったんですけど、無回転で狙ってやろうみたいな感じで狙っていきました。まあ枠行ってたし悪くはなかったんじゃないかなっていう感じですかね。そして最初の5試合ぐらいは、フォーメーション 4-2-3-1 それで右サイドで使用しました。なのでサイドからの結構カットインとかここら辺とかもスルスル抜けるでしょ。マジでドリブルしやすいんだよ。はい、でコントロールシュートは微妙ですね。正直あんまりいいなとは思わなかったな一回も。うん、ただドリブルは本当にえぐいです。あと足の速さね、こことかももうバッて抜けて、もうここね後ろからちょっとやられたも全然ブレもしないっていう、やっぱバランス99が影響してるのかなっていう感じですかね。うん、本当ドリブルしやすい。マジでこことかももうダブルタッチとかもいろんなスキルムーブがもうなんかスムーズにできるんで使ってて楽しいですね。なんかボール取られる気配がね全くしないんですよね。なんかほらなんかこことかもちょっと魔法の力というか、なんかタッチがこう一回のタッチでこうなんか抜くような感じとかもあるんで、やばいでしょこのキレ、えぐいんですよ本当にね。ドリブルに関してはもう全然メッシとか、あもうネイマールとかもうそこら辺の選手と遜色ないぐらいのレベルにあると俺は思う。それぐらい扱いやすいし、本当にボールなんかボールがね足にひっついてるっていうか、もう現実でもそうだよね。本当に現実と一緒、まさに竹下って感じ。そしてここね抜け出しもいいんですよね。ちょっと俺が多分指示でいろいろ設定してるってもあるんですけど、ちょっとここ強引にね竹下で点取りたくていった感はありますけど、はい、スキルムーブもしっかりやって、ここも取られない。誰だろう今ついてたの。多分もうここら辺の時期だともうすごいみんな強い S とかなんですけど、あそこでも振り切れますからね。でキーパー仮にかわしてゴール冷静に流し込んでいくと、でここも足の速さが出てる。相手ミリタオですからね、ミリタオ普通に足速いしね、なんか追いつけそうだなって感じあるけど全然振り切っていけるんで、はい、こことかもなんかね取られないんだよね。なんかすごいスルッてこうかわしていくというか、
ここもしっかり抜けてキーパーかわして、ちょっとここ危なかったけどしっかり決めていくと、なんか本当不思議な力があるんじゃないかなって俺個人的に思うぐらい、こことかほらなんかここをね、もうヘディングでしっかり押し込んで、ほらなんか取られないんだよ、なんか取られないの。この間のさ、マジョルカ対レアルの試合でもさ、ラモスかわしてなんかメンディーも変な感じになってなんか抜けた感じ、まあ、あれとマジで同じような感覚。はい、これが最後のゴールですね。はい、ということなんでプレイ集いかがだったでしょうか。ちょっとじゃあ10試合使ってのゴールアシスト数見ていきましょう。こちらです。試合数10に対してゴール11アシスト2という結果になりました。ちなみにね、さっきも言った通り最初の5試合は 4-2-3-1 の右サイドで使用してたんですけど、その時の成績が5試合で、1ゴール1アシストという結果だったんで、全然なんかねダメダメで、これちょっとやばいなって思ったんですよ。その 4-2-3-1 を使ってた5試合もそもそも試合内容もカスで全然勝ててなくて、やっぱり俺 4-2-3-1 苦手なんだと思ってそこで使うのやめたんですよ。で 4-1-2-1 にしてからよ、そこから5試合で10ゴール1アシスト、えぐいでしょ。俺個人的にはトップ下で使った方が輝く選手なのかなってちょっと思いましたね。まあちょっとこれに関しては人それぞれのプレイスタイルとかがあるから何とも言えないけど、俺はトップ下の方が使いやすかった。そしてね、このサマーヒートの竹久保の良かった点、そして悪かった点をちょっとざっくり話していこうかなと思います。まず良かった点を挙げるならば、まあ何度言っても一番良かったのはやっぱドリブルかな。まああとは足の速さ、もうこの2つが本当に最強かなって思いました。まあ俺もね、いろんなすごい強い選手とか使ってきましたけど、 TOTY のメッシとかいろいろ本当ドリブルが上手いと言われる選手たち使ってきましたけど、本当にそこらの選手と遜色ないレベルだなって思いましたね、ドリブルは。まあ海外でもね、やっぱジャパニーズメッシって呼ばれるぐらいですから、まあ相当扱いやすいんじゃないですかね、これは本当に。でその次に良かったのは決定力かな。決定力やっぱ99あるんで伊達じゃないですね。ただコントロールシュートは個人的にはめちゃくちゃ微妙だった。割とツイッターとかではコントロールシュートも入って最高みたいな、カットインからのコントロールシュート入るし最高みたいなの見たんですけど、個人的にはちょっと微妙だったかな。シュート力とかね文句なしであるんだけど、やっぱロングシュートが80っていうのが影響してるのか何なのか、特性で高精度シュートも持ってないしね別に。なんかねコントロールシュートはちょっと弱々しいシュートばっかりで枠にもなかなか入らずっていう印象だったかな。結構プレイションのところではカットしてるけど、すげえね打ってはいるんだけど、なんか全部微妙だったねコントロールシュートは。だから今週を打つというよりはもう普通に四角一回押しでシュートを打った方が強いんじゃないかなって個人的には思う。そして次に良かったのがパスっていうか、もうこれ全部良かったことしかないんだけど、ほとんど。まあパスは、ショートパスに関してはすごい良かったね。あとフリーキックはちょっと打つ場面がほとんどなくて、もっとフリーキックやりたかったんだけど、まあおそらくこの能力からしてフリーキックもバチバチやばいと思う。で、コーナーキックも蹴らしてたんだけど、コーナーキックやっぱロングパスが低いからなのか、なんかちょっと微妙だったな。で、意外に良かったなっていう点は、フィジカルかな？フィジカルが75、フォークで上げて75なんだけど、俺の最初の使う前の印象としては、まあどうせね、屈強なディフェンダーとかにこう、まあミッドフィールドとかディフェンダーとかにパーンって当てられたらすぐ倒れちゃうんでしょっていうイメージがなんかあったんだけど、使う前のイメージとしては。ほとんどそういう場面がなくて、全然背負えるし、当たられても倒れないし、まあやっぱそこはバランス99っていうのが関係してんのかなって思ったね。フィジカル値で言うとすごい低い値ですけど、なんかそこを感じさせないプレーを見せてくれたかなって感じですかね。まあもちろん過度な期待はねしない方がいいですよ、もちろんフィジカルに関しては。でもなんかちょっともう今言った通りね、なんか悪いとこはないな。まあ今週ぐらいか、ちょっと俺個人的に期待してたから、コントロールシュートが微妙すぎたっていうぐらいかな。全然ガチスカに入るぐらいのレベルの選手だと思う。悪かったところもう一つあった、モブ顔ってところですかね。これがこういうフェイスだったらもう最強でした本当に。まあそこも別に気にならないけどさ、言うて。でケミストリースタイルもホークで個人的には全然満足してるかな。特になんかないわ他につけたいやつが。まあざっくりそんな感じですかね。一応最後にね、どんな指示で使ってたかだけちょっと見せておきます。4-1-2-1-2の竹下久保はトップ下で、で指示がディフェンスサポート前線に張る、クロス時のサポート、ペナルティー内のクロスに合わせる、ポジショニング自由に動く、インターセプター初期設定と。おそらくねこの自由に動く、アタッキングサイドで自由に入り込むとか、ペナルティー内のクロスに合わせるっていうので、こう前に前に行く
く指示だと思うんで、で前線に入るだからね、もうディフェンスには一切返ってこない、そういう指示でやったので、かなりなんかね動きとしてはすごく良かったね。なのでトップ下で使うときはこの設定すげえいいんじゃないかなって思います。ちなみに右サイドで使ってたときはここもまあ一緒か、前線に入るペナルティアにクロス合わせて自由に動くにしてましたけど、まあそもそも俺ちょっと 4-2-3-1 が苦手だからダメダメだったって感じですかね。はい、ってことなんでもう言い忘れたことはないよね、きっとないはず。マジでこのサマーヒートの竹久保も強いんで、ぜひ皆さんもう獲得してください。これはマスト獲得しましょう。この強さちょっと体験してほしいわ本当に。はい、それではね、初めての選手レビュー動画だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。サマーヒート竹久保の魅力伝わったでしょうか。おそらく今作も選手レビュー動画はやらないと思いますね。来作まあ誰かしらいい選手がいて紹介したいなって思った選手がいたら選手レビュー動画ちょっとやってみようかなと思います。まあちょっと初めてだったんでね、いろいろ雑でしたけど、次やる時までにはねもうちょっと丁寧にできるように、努力したいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まあチャンネル登録してくださいぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイさよなら、パニャー。